超フィーチャーさん、本日は今回ですね、今週もやってましたトゥフォトキーバー。はいはい、ということでですね、いっぱい楽しみました、皆さん軽く流そうと思いましたはい、ね、今回は安田記念ということでですね、まあキーボールライトとなっております。はいはい、逆です。今英語ですかね、だったのは。逆だったですね。競馬占いですね、金曜日がやってきたということで。はい、そうですね。G1、これ G1 週の最後。いや、一旦落ち着いて、はい、宝塚。でしょ、一旦落ち着くね、でもね。そうです。もうここまででちょっとね、精一杯、ちょっと自分なりに精一杯でした。はい。はい、頑張ってやってきましたけど、はい、ね、皆さんどうでしたか。もう終わりだ。終わってはない、まだね、ね、大切なもう一個安田記念が残っております。でね、最後は、ね、はい、春の総決算もありますか。そうです ね、はい、あの先週見逃した方はぜひ見てください。あの1から 9頭、あ、18頭まで出てたんですけど、9頭を推奨馬で上げたんですけど、全部入りました、順番に。はい、はい、1から9入りましたかね、皆さんすごいですよね。一つも漏れてないという、そこからね、ねえ、すごい。これ多分ね、これもう二度とないなと思って自分何に思ってるんですけど、はい、これをね、自分の更新にできるかどうかっていうのと、自分との戦いなんで、ここからは。ね。はい、そんな感じでね、日本ダービーは本当、頑張りましたねっていう感じだったんですけど、はい、私たち個人的にはね、急に思い立ってウィンズに行ったという、うん、ね。はい、そんな感じなことがありました。はい、で、今週は安田記念ということで、はい、なんかね、あの、外国から、2頭の馬がいらっしゃる、いらっしゃってるっていうことで、はい、有力馬ですね、しかも。かなりの有力馬ですよ、皆さん。ねえ。ねえ、ちょっと日本の競馬が脅かすんじゃないかぐらいの、ね。片方なんかもう世界最強馬。ですよね、まさかまさかの登場ですよ、皆さん、ほんと。しかもこの形でっていうね。ねえ、なんかレッドカーペットでも引いた方がいいかなっていうぐらいですよね、もう走るとこ全部に。やばいよね。ねえ、そのぐらいの勢いの馬がね、ほんとこのご登場ということで。ね、すごいなんかもうレース見るだけでも楽しみなんですけど、本当ね、はい、そんな感じで、でもね、今回も1から18まであるということで、うん、パート1パート2と分けていこうかなというふうには思っております。何かありますか、冬中さん。はい、はい、特に、はい、はい、ではね、早速やっていこうかなというふうに思います。なんでかっていうとですね、ちょっとね、風邪ひいてまして、少しね、あの面白い声してるんですよ。ちょっとなんかね、あのドナルドダックがね、ひっくり返ったみたいな声をしててですねはい、なのでちょっと聞きづらいとことかあると思うのですが、皆さんの耳の穴をかちっぽじってですね、あの聞いてくださると嬉しい限りです。ちょっと鼻も詰まっててですね、なんかえらいことになってるんですよ。喉の調子もあるし、もういろいろです。はい、それなんですけど、昨日園田に行ってきたということで、はい、園田競馬場ですね、園田といえば、うん、はい、そこでまた一段と広くなったんじゃないか説があるんですけど、はい、やっぱり競馬見たさに行ってしまいました。はい、はい、はい、そして少しね、あの日に焼けたみたいで黒くなってます今日。はいということで、はい、早速競馬占いの方やっていこうと思います。今週も気を引き締めて、グーッと引き締めて、グーッと引き締めて頑張っていこうと思っております。はい、でこれ初めて見るよという方のために簡単に説明いたしますと、私は神話占いというね、占いをやっております。心の音を聞いてという。でこの競馬占いでは3つのカードを使ってですね、あの占っております。まず1枚目の左のカードの方で、こちらのカードの方がユニコーンのカードなんですけど、馬の気持ち、馬の心の状態、そして真ん中の海の方のカードで、あのジョッキーの気持ちと心の中を見ていきます。そして3枚目の女神のカードの方で勝負運というものを見ていきます。で3つの、ね、カードから総トータルとかして、あのカードを出していきますの でそれで判定していきます。推奨馬を上げていきますという占いです。はい、ではね、早速に1から8までの馬、ま、の、ま、の、占いをやっていこうかなと思うんですけど、その前に皆さんチャンネル登録をしてないという方はぜひぜひ、あのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてね、あ、頑張ってるね、こんな風邪ひいても頑張ってるんだと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひね、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。あの皆様からの愛が私のパワーになりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そしてね、私たちのメンバーシップもやっております。はい、今年からやり始めておりますので、ぜひね、そのメンバーズシップに入っていただいてね、冬中ファミリーとして一緒にね、楽しめていけたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。ではね、早速ご準備いたしますので、1番からやっていこうと思います。はい、紹介いたしました。ではね、1投目の馬からやっていこうと思います。はい、1番カテドラル、鞍上は、斉藤新太騎手で、前走は大阪杯で9着でした。
はい、あ、吸着だったんだ、キャデルルルって、うん、あなたくんも一時よかったんだけど、またちょっと落ちてるかな、少しねえ、ねえ、なんかそんな気がしますね、皆さんね、まだなんかね、いい時は続かないですよね。あ、でもハッピーソートという結構まあまあいいカードが出ておりますよ。割とこれ年配の馬がね出るカードなんですけれども、年配8歳です。あ、本当だ、年配だった。なんなら多分ここの中で最年長です。あ、本当だ、年配のカードです、やっぱり。でもね、なんかね、割とあの年配のカードにしてはですね、あのなんと落ち着いていて準備ができていて、なんか幸せを、レースに出るだけでも幸せを感じているよというカードなんですけれども、とっても、ね、落ち着いた状態であのレースを待ちわびているといったカードが出ております。だから調子はね、あのいいんじゃないでしょうかという感じで、幸せを感じているよというカードですね。はい、では新田君の方出していきますね。お、スーシットのカードですよ。結構いいカード出てる、アルタ君も。あ、これ思ったよりはいい感じですね。馬もいいし、ジョッキーもいいというカードが出ても、波が高いようにちょっと感じるんですけどね。この意味としては、なだめるというカードが出てるのでね、あの、躍動感、なんていうか、自分のなんか高まる気持ちを抑えつつ、そのレースに打ち込んで一気に行くよっていうような勢いのあるカードが出ております。あら、これ思ったよりもいいカードが出てて、びっくりしちゃったんですけど、最初から。はい、そんな感じです。なんかでも今回死の枠というものが何個かあるらしくてですね、ね、うん、なんか絶対来ないよみたいな枠があるらしいですよね。はい、おそらく多分なんかでも 1枠って良くないんでしょ、きっと、うん、あんまり。これは You are ready のカードですね。準備ができてるよっていうカードなんで悪くないですよ、これでもね。あれ、これ今何番人気だろう。もうね、あの始まってるんですけど、あの買う時間、買う時間って何ていうの、うん、そういうの発売、購入、そうですね、購入時間になってるんですけど、これ一番最低ランクの今人気でしょう。おう、その割には皆さんこれね、悪くないということを頭に置いておいた方がいいかもしれない。調子がいいし、割と安定してるカードが出てるので、で勝負もなくはないというカードが出てます、うん、なのでこれはね、あの別にいいんじゃないかなって思いますね。はい、そんな感じです。びっくりしました。はい、そんな感じです。はい、2番ガイオフォース、鞍上は長岡、これ義人騎手です。で前走はフェブラリーステークスに2着です。で一応芝とダート両方走るんですけどね。おお、トゥルーのカードですよ。これもまたすごいいいカードが出てきてる。馬がこれガイオフォース、すごいいい状態ですよ。すごくいい、あの体調といい、なんていうのかな、もう絶好調の気持ちでいるというカードが出てる。もう準備万端だし、なんていうのかな、生き生きしてるというカードが出てますね。これいいんじゃないですか、1、2枠っていうか、1枠か、1、2番の馬は結構いい感じですね。中岡くんの方見ていきますね。お、フォーギブというカードですね。結構いいですよ、躍動感のあるカードが出てますね。すごく2局面のこれカードなんですけども、心では安定し、落ち着こうという気持ちと、ね、レースにかけるこの情熱っていうのをすごく持ち合わせているというこのカードが出てるので、これ許しというカードなんですけど、あのカードの意味としてはね、とてもいいカードです。すごくいいカードが出てるので、ここもいいと思いますね。これで勝負さえ良ければっていう感じなんですけど、おー、ガイアホースいい、馬がすごくいい、そしてジョッキーもすごくいい、安定してる、なんかレース心に溢れてる。お、サクセスのカードだ、成功のカードが出てますね。これだから、あのオッズの変動がすごい。これさ、ガイアホース今何番人気だろう、私が見てるのでは今5番人気ですね。これちょっといいですよ、いい。ガイアフォースはね、これ抑えておいてもいいかなっていうような、うん、はい、感じがします。これいい状態です、とってもいいと思います。どのカードもいいから、はい、そんな感じです。いいと思います。はい、はい、3番レッドモンレーブ、鞍上は横山和夫騎手で、前走は慶応杯なんだっけな、 CSC って書いてるんですけど、スプリングカップだ、スプリングカップで2着です。花差だったんだよね、これが。あ、そうだったっけな、私買ってたな、これでも。
今日目のなんかすごかった。わあでも It's okay to be different ですね。ちょっとこのまま少しなんかね元気がない。なんかねジョッキーに頼りたいっていうか少しナーバス気味で、なんかねもともとそういうシャイな感じの馬なのかなっていう感じがします。うん、このレッドモンレーブっていうのはね。だからなんかジョッキーとともにというカードが出てますね。あの心配ないよっていうカードなんですけど意味としてはね。でもね心配ないよってことはちょっと心配だから心配ないよって言うんですよ。なのでねちょっとなんか先ほどの馬から比べると少し下がるかなっていうか気持ち的に気持ちで負けてる感じ体調悪いとかじゃなくて、うん、どっちかというとこのままねあの気が弱そうちょっとあ意外と、うん、あでもディスサイドのカードかーちょっとやっぱ遠いな決心のカードなんですけど少しゴールまで道のりがちょっと遠いのかなっていう感じがしますねっていうふうに思ってるみたいですね。カズオ君の方もちょっと遠いかなっていうか長いかなって距離が、うん、これ距離どうなんだろうちょっと分からないんだけど私にはレッドモンレーブの距離ってどうですかねちょっと戦力ならいけるんで。あー出てきたもうカードが1枚出てきた。ノーのカード出ちゃった。あ最悪だなそっかってことは1着がちょっと厳しいかに3着ならあるかなと思うけどその割にはまあもうちょっとちょっとなんかナーバス的な感じだしなんかジョッキーの方も少しゴールが遠いんじゃないかなっていう風に思ってるのかなっていう感じがしますね。それでいて勝負の方はさっきのね1、2番の馬に比べたらちょっと下がるかなっていう感じが否めないですねっていう感じです。はいそんな感じです。はいはいあらあらあらって感じなんですけど、はい、4番ジオグリフ鞍上は北村博騎手で前走は大阪杯で5着です。でもここね日戦は ね5着3着とかなり好走してます。今年から芝路線に変更ですね。シンプルシティのカードですね。これはまたこれ元気いっぱいで走り回ってるすごくジオグリフ元気でいっぱいですね。元気いっぱいで走り回ってやんちゃな感じちょっとなんかなんだろうすごく元気で走り回ってるのはいいんだけどなんかなんていうかなうまく走れるかなっていう感じぐらいのちょっとチャカついて浮ついてるかなっていう気持ちが、うん、ちょっと集中力が少しないのかなっていう感じはしないでもないですね。ただ北村さんだからねぐっとね引き締めてくれるんではなかろうか。多分よく知ってるコンビの中なんでね。ああいい巣ですね。簡単っていうカードの意味なんですけれどもちょっともしかしたら出られない可能性もあるかなっていう感じが否めないですね。このカードの時ってどっちかっていうと、うん、なんか出口が塞がれてうまく出れなかったりとかそういう思いがあるような、うん、そうそんな感じの気持ちでいるという感じなのでレースに向けての感じはちょっとそういう感じかなっていう感じがでうちに秘めちゃってるかなっていう感じがもうちょっとオープンな心を持ってた方が、いいかなっていう感じがしますね。北村さんの方も、うん、もうちょっとおおらかに乗ってほしいかなっていう。 Not the right time ですね。今じゃないよって時がっていうカードが出てますね。なんか勝負の方もちょっと下がるかなっていう感じですね。タイミングが合わないのかなジオグリフのそれか多分なんかの前哨戦そうかもしれないですね。多分そんな感じですね。何かちょっとここじゃないのかなっていう感じがまだ、うん、何か狙ってるものがあっての一歩なのかなっていう感じはとっても元気出して回ってるんですけどちょっとジョッキーの方が落ち着きすぎっていうところと、うん、あの勝負の方が少し欠けてるなっていうのがそんな感じですね。はいそんな感じです。はい5番ナミュール鞍上武豊騎手で前走はビクトリアマイルで8着です。ナミュールもねなかなかなんかねちょっといい時があってもまた下がったりっていう感じだよ ね。難しいよね。いい馬なんだけどねっていう感じですね。もう一度復活劇みたいなの見たいですけどねナミュールのハッピーサプライズのカードですね。幸せの驚きに変えるよっていうカードなのでそういう意味では悪くないですね。今回何かちょっと面白いことしてくれそうな感じ、うん、そうスパイス的なカードが出ております。なので悪くないですよ馬の状態はすごく、まあ、元気だしなんか面白いことしたいよっていうようなワクワクするようなことをしたいよっていう気持ちで言いますね、うん、あとスペースのカードですね豊さんかな、うん、豊さんの方は落ち着いててすごくいいですよ。だからいいスペースを見つけたら出ていこうかなっていう感じが出てますね。なんかちょっと場所を探してるような、うん、そんなレースにしたいなっていうようなだからもう行き当たりばったりでいくけれども穴を見つけて出てくるというようなイメージでいるという豊さんの気持ちはすごくそんな感じですね。でもすごく穏やかで落ち着いてるので波が
落ち着いてていいんじゃないですかっていう感じですね。うん、パーフェクトタイミングです。タイミングいいよっていうカードが出てますよ。これはちょっと悪くないですね。これも先ほどのね、2番の前よりは下がるけど、2番かな、よりは下がるけど、うん、でもこれもなかなかいい感じ、バランス的にはすごくいい感じがします。でタイミング待ってるよっていう勝負なので、うん、悪くないですね、ナミュール。お、うん、もしかしたらまた復活の兆しがあるかもしれないですね。少し上がり目なのかもしれないですね。少し日本に帰ってきて安定したレースなのかなっていう感じがしますね。はい、そんな感じです。はい、6番ドウブネ、鞍上は菱田雄二騎手で、前走は中山記念で2着です。とかドウブネって2着だったんだっけ。一応ね、金4走では乗っておりません。あ、ちょっと主戦がね、もともと違うんですよ。Listen to your true feelings のカードですね。ちょっと神経ピリピリというカードが出てます。この馬もものすごく繊細で神経質、すごく、うん、それでなんか周りの状況とか周りの音とかをすごく気にするような馬ですね。なのでもうちょっとなんかおおらかな心があってもいいかなと思うんですけど、もう勝負でいっぱいで、もう他のことがなんかわからないで、隣の馬はなんか水とか飲んでるんですけど、自分はもう口にもできないぐらいの神経ピリピリといった感じかなっていう感じですね。あ、でもね、シーザ君の方はとってもいいカード出てます。ブリスというカード、躍動感があって波が立ってるので、うん、これはいいカードですね。すごくだからいい心の状態を保ってますね、シーザ君の方は。だから馬がもうちょっとおおらかだったらなおさら良かったかなっていう感じはしますけど、これね、菱田君はとってもいいですよ、多分今週、うん、っていう感じのカードです。勢いのあるカードが出てるの、躍動感と、だからとってもいいと思いますね。 Choose a new direction か、ちょっと新しい道を探してっていうカードなんですよ。新しい道の選択をしてみてはという勝負なんですけど、でも新しくジョッキーがこれ乗り換わってるんでね、うん、だからそういう面ではちょっともしかしたら合う可能性はあるかもしれないよねっていう感じですね。はい、そんな感じです。ただ馬の方がちょっと神経が尖ってるから、もう少しやっぱりなんていうかな、落ち着いてる方がいいかなっていうのが、なんかドキドキしすぎててうまく走れないっていうような感じのイメージがあるのかな。よく運動会のね、徒競走の前にドキドキしててみたいなのあるじゃないですか、うん、あんな感じの気持ち、もうそわそわしてるような感じなのね。だからもうちょっとドーンと構えていってほしいかなっていう感じはしないでもないですね。はい、そんな感じです。はい、7番ロマンチックオーリア、鞍上はマクドナルド騎手で、前走は香港クイーンエリザベス2世カップで1着です。はい、とうとう来ましたね。一応ね、今何連勝だろう。また名前もいいよね、ロマンチックオーリアって4連勝中ですね。素敵な名前。 G1 でブラザー&シスターズのカードですね。この馬ほんと強いです。やっぱりたとえ兄弟であったとしても勝負には負けないよっていう思いでいるような感じ。肉親であっても勝負になったら心を入れ替えて、勝負は勝負の世界っていうような、うん、気持ちでいるような、そんな強い馬、どんな雨が降ってどんなに荒い状態でも構想してくるというイメージですね。すごい強いわ。この馬はやっぱりいい馬ですね。すごくもう闘争心が溢れてるっていう感じです、うん、本当にそんな感じ。あ、でもデプスのカードですね、うん、マクドナルドさんの方が割と、うん、そういう面ではちょっとどんなレースになるんだろうっていうのをちょっと頭で思い浮かべてるけど、ちょっと心配してるようなやはり感じがします。馬はとってもいい状態なんですけれども、騎手の方が少し心配してる、うん、やっぱり、ね、日本でどうやって走ろうかこの馬をっていうような、うん、そんな感じでいるような感じですね。はい、そんな感じですね。ちょっと埋まっちゃわなきゃいいなっていうような感じのイメージでもある。だからこそ、うん、そうですね、すごい圧倒的な一着っていう感じではないのかね、意外とっていう感じのイメージがあります。どのぐらい走るんだろう自分の馬はっていうような感じでいるみたい。余裕ではなさそう。マクドナルドさんの頭の中では余裕だわこのレースはっていう感じではなさそうですね。割といろんなこと考えてる、ちゃんと作戦も考えてるというような、そんな感じ。レッドゴーですね。おっと、
これはちょっと難しいですね、このレースね。馬はすごくいいんですよ。でもただね、これを前哨戦に使ってるので、うん、一応ね、本命が宝塚なんですよね。そうみたいですね。だからかもしれないです。まだね、多分マクドナルドさんの方でね、まだまだいろんなことを頭の中いっぱい考えてるんですよ、うん、いろんなことを考えてて、ね、日本の馬場でどうやってやっていこうかな、どんな感じでやろうかなっていうのを計算をしているような感じかなっていう感じがします、うん、なのですっきりとしたカードが出てるわけじゃなくって、やはり先延ばしって感じかな、手放しなさいのカードの勝負運としてはね、うん、だからこそ勝負運の方もちょっとなんだろう、なんていうのかな、やりたいだけやらせてみようって感じかな、どっちかというと。馬にやらせてみて、うん、どういう勝負になるかっていうのを様子を見ようって感じかな。ちょっとそんな感じがしますね。でもこの馬はすごく強いので、そのまま勝ってしまうこともありえますっていう感じかなっていう、ね、なんて言うんだろうね、うん、練習でも勝てちゃう馬っていうのがいるんだよね。そんな感じですね。ただそうなんかね、意外と思ったよりもマクドナルドさんの方がよりといろんなこと考えてる感じ、うん、そう、ね、もうちょっと明らかんとした感じの方なのかなと思ったら、外国の方ってそういう方多いじゃない、うん、でもそうでもない、割とね、そういう面ではいろんなことがあって日本人っぽい心を持ってるのかな、割と繊細でっていう感じ、神経質だし繊細だし、すごくそんな感じの人、割と細かいですね、しかもという感じのカードが出てます、うん、はい、なので手放しなさいっていうのは、やりたいように馬をやらせてみたらっていうような多分勝負だと思うんですよ、このカードの意味としてはね。だそんな感じのカードが出てます。うん、だから意外とどうなんだろう、ちょっと運営の方はいろんなことを考えて心配してる感じがします、この2枚で、うん、ただ馬の方は意外とね強くて、みんなが思ってる以上に馬が強いのでそうなんです、馬の方がもうパパパっていっちゃうかもっていう感じのカードですね。はい、そんな感じで出ております。はい、そんな感じです。次いきます。はい、8番、エアロノノア、エアロロノア、鞍上は三木秀明騎手で、前走はマイラーズカップで4着です。あれちょっとおかしかったですよね、今なんだ、エアロロノアだっけ、これどこで聞いたかいつも思うよね、うん、一応ね、先ほどのロマンチコーリアンのレーティングが123点です。わお、あ、イマジンのカードですね。ちょっとこの馬もね、割とつかみどころかない不思議ちゃんですね。なのでどういうレースになるかちょっと見えないような、そんな感じ、はい、そんな感じですね。でも元気はあるんですよ、元気はあるんだけれども、割と集中力に欠けるし、気持ちが乗った時には来れるんだけど、気持ちを乗らせるまでが結構難しい馬ですねっていう感じ、割と独自の動きをするようなイメージの馬ですね、うん、っていう感じ、割と個性的っていうのかな、うん、いわばエアロノノアちゃんっていうのはね、個性的ですね。はい、みゆきさんだったらちょうどいいのかなっていう感じはしますね。イナフっていうカードですね。割と十分っていうカードが出てきてます、意味としてはね。だけどすごく落ち着いてて、なんだ、みゆきさんの方は落ち着いた騎乗してきますねって感じ、安定って感じのカードが出てます、うん、ただ馬の方とはこういう感じだと合うのかもしれないですね。とっても不思議なカードの馬と、それといって落ち着いたジョッキーって感じなので、うん、そういう面でパートナーとしては十分合ってるんじゃないかなってここは思います。はい、そんな感じですね。でも勢いがあるカードではなさそうかなっていう感じがしますね。ちょっと With in the next few weeks ですね、数週間の中でというカードが出てます。はい、なのでここからまだチャンスはこの馬はありそうですね。ただ今回のレースではちょっとどうだろうっていうか、もう少しなんか勢いのあるカードが1枚でも出るといいかなっていう感じがしないでもないですね、うん、なんか割と落ち着いたカードが出ております。エアロロノアちゃんかな、はい、エアロロノア、エアロロノアかな、それかエアロロノア、うん、エアロロノア、うん、かもしれないですね。はい、そんな感じのカードが出てます。割とでもこの子も割と不思議ちゃんですね。本当どんな動きするか分かんないようなワンダーな感じ、うん、はい、でもジョッキの方は割と集中して乗ってくるよ、真面目に乗ってくるよという感じなので、みゆきさんっぽい感じのカードが出てます。真面目です、すごく。はい、そんな感じですねっていう感じです。1から8までバーッとやってみましたけど、はい、はい、パート1は
こんな感じに出ております、はい、なのでここで一回総評を軽く出していこうかなというふうに思いますので、一回カメラを止めたいと思います。はい、ということで簡単な総括の方をやっていきたいと思います。はい、これパート1のあくまでも総括なんで皆さん、はい、ね、でなので馬騎士将軍ということで、はい、まず馬はですね1番2番5番7番で、騎手の方が1番2番5番6番で、勝負運が1番2番5番ですね。はい、なんかね今回面白いよね。いいか悪いかっていうのがすごく、ね、なんか裏と表ね、いい馬は3つ揃うし、そうだね、ね、悪い馬は全然揃わないっていう、うん、面白いですかもしれないな、いうある意味ね、なんかなんか意外と前哨戦の馬もいるのかなっていう感じがしないでもないですね。そういう匂いがプンプンしてきますね、なんかね、うん、うん、だから G1 だからって言ってこれが本命っていう感じではない馬もいるってことがありますね、うん、はい、そんな感じでした。なのでうん、そんな感じですよね、はい、はい、という感じになりました。またパート2の方までどういう風になるか分かんないですけどね、うん、パート1の方ではこんな感じになりました。ただね、私たち見落とすことがございます。いつもそうなんですけど、やっぱり人の目っていうのはね、見落としたりすることもございますので、自分の目と耳で確かめて自分の好きな方に照らし合わせてみることをご推奨いたします。はい、ではあくまでも占いなので、はい、なのでパート2の方に向かいたいと思います。ではパート1の方終了です。